はい、おはようございます。今日は2019年1月13日月曜日ということでね、今日久々にちょっと冷え込んでおりますがね、まあでもなんか天気のいい日にまたね、1月とは思えない天気温になりそうな青空がもう見えてますけども、はい、そんな中ね、今日も気合い入れて頑張っていこうと思います。連日ね、連日あの日本の力の番組のことでね、お騒がせしておりますが、全国つつうらうらの方からね温かいコメントいただきまして本当にありがとうございます。これからもね精進いたしまして、チンゲン菜の発展のため、またはたまた、ね、日本の農業発展のためにね熱苦しく突っ走っていこうと思いますので、これからもどうか応援よろしくお願いします。それでは今日もスタートです。ハッピーチンゲン菜。その間にですね、これをまあこの補助をね、このマルチをたぐって片付けたいと思うんですけども、1日前、昨日かその前にね、質問いただいたのでね、コメント欄の方でちょっとそれについてお答えしておきたいと思います。坂本さんという方からね、チンゲン菜これまあ収穫後はね、その後またそのマルチの穴にねすぐ植え付けができるんですかと、それともまあマルチを剥がして、またこうね耕運するんですかという質問でした。それと三宅さんという方からね、このマルチはね、使い回しですか、それとも1回で終わりですかということなんで、ちょっと答えておきたいと思いますが、以前の動画の中でも何回かお話はしていると思うんですけども、まずマルチの方はね、これ使い回しです。マルチはですね、これ使い回しです。でこれ白黒ダブルマルチで、夏にね白で使うようにそもそも作ったんですけども、まあ冬はひっくり返したら黒なんで使えるんじゃないかということで、まあやってますが、これが正しいかどうかは分かりませんが、まあやってます。でやっぱりダブルなんでね強いです。収穫の時も結局このマルチの上に上がって、膝をついてずっと収穫するんですけども、そう簡単に破れません。でまあこうやって収穫後はこれ今からまあタグって一塊にしておくんですが、それをまた、ここを耕運して、肥料を振ってまたマルチを張ってまた植えますということでね、このマルチはもう丸2年以上3年目に突入しております。使っては剥がし使っては剥がしでね、でまあ白黒ダブルということと、この穴がねオーダーで開けてもらってるので、ちょっとやっぱり高いです。普通のマルチよりちょっと正確な値段がね分かります。今ちょっと思い出せませんが、1本200メートルで来るんですけども、しかも穴がオーダーで開けるので、最小ロットが200メートルを11本か13本だったかな、そこらが最低ロットで、それをいっぺんに頼まなければいけないという、ちょっとねまあ金額的にはしんどいんですけども、まあこんだけ使い回せればね十分元は取るんじゃないかなというところです。でまあチンゲン菜の栽培の方はそうやってまあ、繰り返し繰り返し、の作業でやっていきますが、去年は1ハウスが 6回転、まあ計算したら6回転と半分ほど行きましたけどね、なので6回と半分いったいことは、ハウスによっては7回転いっとるとこがあるということですね。でうまくいけば7回転半か8回転ぐらいはすると思います。はい。で人でさえあればもっと9回転、ぐらいまでいけるんじゃないですかね。9、まあちょっと9は無理かもわからんですけど、はい。
まあ人手があれば十分7回8回は楽勝で回ると思います。はい、そんな感じでやっております。母ちゃん終わった？はい、終わった。これ締め飾りちょっと焼肉や、昨日忘れとったけ、焼肉やな。これ締め飾り焼肉や。焼肉行く？いやいや焼肉じゃないよ。何？焼肉行きたいよ、わしも。焼肉じゃない。何？難しいね、日本語。これを焼肉じゃない、焼に行こう。これ昨日焼くの忘れとったけど、まだね火がついとる、まだ火が残っとるよ。これ焼に、外で焼肉するんじゃないよ。締め飾りを焼に行こう。ちゃんと説明してよ、ミキサー。焼肉、焼肉、昼から焼肉行っちゃってもうええけど、ちょっとそんなわけねえ感じだろ。難しいね、もう。おもろいこと言うの。お、スカ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 のパネラスカカラあんまり気を取るかな、さすがに消してあるから、消しに来ちゃったかな。でもまだぬくいよ、まだぬくいよ。ほら、ここ見てごらん、焼ける焼ける、あ、ここも焼ける。これはね、わしら子供の頃は次の日来てからね、芋やら餅やら持ってきてバーベキューみたいなことしようと。焼ける危ないよ。あ、焼こうや、はい、来年もよろしく。幸せように。ね、ハッピーパモー。おーすごい。おーすごい。焼肉するか。お前焼肉するか。それなら焼肉。嘘にならん。それわかるよ。あなたの言い方が。言い方の問題か。びっくりしたよ。というわけでね、今日は昨日のトンドの残りの日に忘れとった締め飾りを持ってきて焼きました。火が消えないうちに終わります。それでは皆さん、また明日。ハッピーチキンサイ。焼肉食いた、行きたい。こけそうな。見てよ、入ってよ。まじゃ。ね。ハッピーツリー。ラブラブだね。うん、マリオ。こんな違うんだけどね。はい、じゃあね。危ない。